おはようございます。令和5年1月2日モテキ工作ミスラ研究所長令やってきます。皆さんおはようございます。砂塚森田さんおはようございます。森本茜さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。寺石由香さんおはようございます。中村修平さんおはようございます。山田友人さんおはようございます。中島明さんおはようございます。佐藤直くんおはようございます。さあ皆さん、いかがお過ごしですか。なんか実家に帰っていたりとか、まあそのもともとそうですね、結構家族を揃ってお過ごしなんだなという雰囲気が伝わってきて、こういつもと違う様子を伺えるなと思うんですけど、あれですね、なんかまあ僕もまあ家にいて1日2日だからっつって、なんだろう、12月31日と何も変わらないっちゃ変わらないんですけど、何が違うんですかね。なんか違うな余裕があるのかな、気持ちの余裕がやっぱりあるもんだなと。やっぱ初詣みたいなこう決め事とか、そうだね、なんかこう1日は一致してお休みで、なんだろうな、アクセクしないっていうことを割とみんなで一致して決めてるっていうのはなんか感じますね。なんかそれがこう自分が一人だけ今日は休みですって決めて休む時となんか違うなと、家族だけじゃなくどこを出歩いても休んでますっていうまあもちろんね、営業してるとこもあるけど、営業してるとこもあえて皆さんがゆっくりお休みのところを場を提供しますよみたいなところが大体やっていたりするわけじゃないですか。そうなんかこう昨日初詣行って二礼二拍手一礼ってやって結構びっくりしたんですけど、はって終わったら鳥居をくぐって出てきてて、すごいこう珍しいぐらいこう無心だったのが割とびっくりしたかな。意外とこう毎年ね、なかなか慣れないんですよねそうちゃんと大晦日にお礼してとか、初詣行って気持ち新たにっていうのは多分毎年やっているんだけど、初めてかもしれないなっていうぐらい真っさらで無心っていうね、本当なんていうか、いつも行ってる近くの瀬戸神社っていう、まあちっちゃい神社なんですよ。で昼間は大行列で、一回ね昼間に行こうとしたんですけどこれはダメだってなって、もうほんとちっちゃい神社なんで、もう道路からはみ出してこうなんかその区画の町内ぐるっと回るぐらいこう行列になっちゃうんですよ。で一回これは夜にしようっつって夜、もう一回行ったら人っ子一人いないっていう状態でそうなんかその観光地になるような神社でもないんで、そんな夜になってまで並ぶっていう感じじゃなくて、本当地域の方が良き時間に集まるっていう感じだから、まあ、ちょっとね、日が暮れてから行き直して、もうだからおみくじ箱の営業が終わってて引けなかったっていうね、
そんな感じでしたけど、あ、おはようございます。まあ、なんか非常に、まあ、何の意味があるかよくわからないんですけど、非常になんか珍しい、頭の中の状態というか、あ、無だと思いました気づいたら鳥居をくぐっていたという、鳥居から出ていた、出ていたですね、はい、でもなんかすごい些細なことなんですけど、フォーマットあるじゃないですか。取りくぐるときに真ん中じゃなくて端っこを通って、まあ、端っこで入るときに一回一礼して入るとか、まあお参りも二礼二拍手一礼とか、もう一回出る、取りを出てくぐるときも端っこを取って一連してから出るみたいなそういうなんかフォーマットね、あんまりこう何なんだろうなと思ってたんですけど、まあ、ある時に、あ、そんなのがあるんですかっていうのを僕いつもしたんですかね、結構大人になって、なんかね、その僕はあんまりおじいちゃんおばあちゃんと今日その親がこう離れていたんで、あんまりおじいちゃんおばあちゃんがいつもそうしてるからみたいなので真似してそう知ってるみたいなことがなくて、でまあその親は親で割とちゃんとしているんだけど、なんかそのあえて言葉で教えてくるとかでもないかったんで、何にも気にしなくて、その儀礼的なやつね。で、本当大人のいい大人になって35を超えてからかな、あ、そういう風にフォーマットができてるんですかっていう儀礼的なやつね。で、やるようになってのいつ頃かなんですかね、まあ40過ぎてからかもしれないですね。なんか、まあ、なんていうことはないんだけど、やろうかなっつって、参拝の時に儀礼通りにやるようになったりしたのは、まあ特に意図もなかったんですけど、今年なんかなんとなくなんとなくやって、こう、あ、こうやろうと思って意識したわけじゃなくて、なんとなくこうもう入るときにこう癖っていうほどじゃないけど、まあかなり自然に礼して、どこで礼して、どこでどうやってみたいなのが自然になって、で無心になったことと結構大関わってるなと思ったんですよね。あ、これこのフォーマットって雑念を消すためには結構重要な役割してそうだなっていうね、ことを思ったりしましたね。うん、特になんかその深く強い信仰があってもなくても、まあ最低限の本当に簡単なあのフォーマットじゃないですか、形式、どこでレースその練習しなくても誰でもできるわけですよ。取りくぐるときに 端を通るとか、まあ右でも左でもいいから、あの真ん中をちょっと避けて、まあ、真ん中はその神様が通るからみたいな立て付けだったと思うんですけど、で一礼してから入って、お参りするところでは、お賽銭投げて二礼二拍手一礼ですか。なんかね、たかが礼なんですけど、一礼ね、一礼する、まあ二礼でも一礼でも
いんですけど、すごい姿勢が良くなったなと思って自分でですよ見えてるわけじゃないです、見えてるわけじゃないんですけど、あ、うまくできてる感じがするなっていう。だうまく一礼して、うまくもう一礼して、うまく拍手して、なんか本当になんか整ったみたいな感じですね。でそのこう体のフィジカルがこう自然にできて、すごいいい姿勢取れたなと思って、でそれがこう形式通りに終わって、もう一回トリで頭下げるみたいなことをやると、これ多分頭を空にする上で結構無関係じゃなかっただろうなっていう。そしてなんかよくできてるなと思ったんですね。それは変な話ですけど、毎年やってて毎年やってんですけど、で別に珍しくもなんともないし、誰でもできるお作法というか、それを46歳のお正月になって初めてじゃないですかね、なんか霊がちゃんとできたなおかげで、どうやらその霊がちゃんとできたおかげで、頭が一瞬なんですけど、本当に一瞬、空になったことをすごく実感してですね、うわ、整ったと思ってすげえなんか不思議な体験をしまして、あ、これはいいお正月だと。あのまあその一年の過ごし方とかは別に大して何も変わらないです。そのまあゆっくり過ごしたと、 あっち行ったりこっち行ったり、ちょこちょこもしたし、出かけるもしたし、食べるものもまあそんなにこういつもと同じで、今朝もまあなんでしょう、そんなに平日と変わらない感じで過ごしているんですけど、でこれからはあの終わったらいつも草野球してるグラウンドの、グラウンド整備みたいなのをちょっとやってぐらいなんですけど、昨日の夕方にね、そんなことを体験しました。なんか珍しいですね、なんか自分の、僕が自分のことをこ割とゆっくり喋るターンが、そういえばこうやって話しててあんまりなかったですねはい、そんなお正月でございます。皆様いかがお過ごしですか。友人さんは1日も2日もないというまあね、動物、そう、そうするとなんかこう家族として付き合うという形になるのか、仕事として休みなく向き合うという形になるのか、どっちなんですかね。まあ、前くんの放送もそうだし、ね、友人さんの放送もそうなんですけど、直くんとこもそうだったっけな、なんかさ、寺石ゆかさんのコーチング仲間、コーチング実践講座の、お仲間の方で西村さんっていう方がいつもね、文江さん、僕の放送もそうなんですけど、すごくよくコメントを入れてくださってて、まあ、僕の中では準サロンメンバーみたいな状態になるんですけど、なんか西村さんがそれを受け取ってくださってるんだなっていう、こうコメントから伺えるじゃないですか。でそれがこう友人さんのところについてるコメントも、前くんのところについてるコメントも、直くんのところもそうなんですけど、あと周平さんのところもついてると思うんですけど、文江さんはだからサロンメンバーじゃないんですけど、文江さんのところにサロンメンバーを通じて、その話が伝わっ
ってふみえさんこうなんかすごくハッピーになっておられるっていうことがなんかねすごくなんで嬉しいんでしょうねっていうくらいすごく充実感があるんですよね。本当にありがたいですよね。なんかその僕の放送に直接来たコメントではなくてゆうせんさんの放送のところについているコメントを読んでなぜ僕がありがたいと思うのか不思議なことなんですけど、なんか放送の中身以上にふみえさんがそれを受け取れたんだとそれを共有できたんだっていうのが、すごくなんかね充実感を感じるというか、まあ、友人さんはね確かにチャレンジをたくさんしたからそれをこう挑むという感じを据えたという話をおみそかにされて、で、ふみえさんがそれをこうなんか感じ取るものがあってコメント入れられるみたいな、であれってこうなんていうのかな、その友人さんにとってはごく個人的な自己成長のための振り返りと今後に向けた自分のための言葉のようにも思いますけど、それであってもあれだけこう受け取っ、ふみえさんみたいにねちゃんと自分ふみえさんにとって大事なものとして受け取る方がおられて、もう価値を感じてくださってると思うんですよね。だこういうふうになんか価値だよあげますっていうふうにしてないんだけど、あ素晴らしいですって受け取ってくれる人がたまに現れるっていうのは、僕それが見たかったなと思ってたんだと思うんですよね。だから記録した方がいいよねっていうのをずっと思ってたんだなと、記録にずっとこだわってたんだなと、発信のクオリティとかじゃなくて、クオリティその発信ってなると途端にクオリティが高いものだけが許されるっていうその縛りがなぜか自動的に自分にもかかってて多くの人にもかかってる気がしてて、でもその縛りいらないってずっと思ってて、少しずつこう外す活動をしたいなっていうことがこのサロンのねメインエンジンかもしれないです、僕の中ではね。いかにそのまだ整ってない2割共有の段階の完成してないもの、素材かどうかもよくわからないものをできるだけたくさんなんか記録に残して、でそれをしかもそのサロンの中の俺たちのもんっていう風にするんじゃなくて公の場所にポンって置いて消えないようにしておくっていう、それに何の意味があるかは本当うまく説明できないんですけど、僕果てしなくこうそこが一番重要だと思ってるっていう、なぜか分かんないです、うまく説明できないんだけど、だからそのどうでもよければ良いほど僕は嬉しくなっちゃうし、どうでも良いものを残すっていうのはどうでもいいんだから残す意味ないじゃんっていうのが今までの世界線だったと思うんですけど、どうでも良いものを残しといてくれてありがとうって思われる日が必ず僕は来ると思ってんですよね。それはなんか誰か一個人が中島明すごいっていう風になるんじゃなくて、集団全体がこうよりハッピーになる上において、どうでもよい人もダラダラ喋る人も
つぶやいている人も、日常を記録している人も、自叙伝を書いている人も、とにかくこう、取り繕わずに残っている生データがちゃんとこう積み上げられているので、それをこういつか誰かがですね、あ、それあってよかったわってなる世界線がね、訪れると思ってですね、それを信じてるという感じですかね。ただどういうふうにそれが信じられるのか根拠はよくわからないです。僕もなんか例えば YouTube は YouTube チャンネルとか言って、2010年からねやってるから、もう12年チャンネルがあるわけです。だけどコンテンツを提供してるみたいな、そのチャンネル運営をしてるわけじゃないよね。事実上なんかハードディスクみたいな使い方をしてるから、とりあえず撮っとこうみたいな。で、物理的にこうパソコンのディスクがすぐいっぱいになっちゃうし、 iPhone の中身も全部いっぱいになっちゃうから、とりあえず全部 YouTube に上げとくみたいな。あ、あかねさんおはようございますそれをやっていたら、まあ公開したものも非公開のものも、まあ、半々ぐらいかな、なんだけど、やっぱり長くやってるとどうでもいい動画もたくさん、まあ、9割方どうでもいい動画なんですね。で、だけどそのじゃあ1割割とこういい動画で、なんていうか、今になっても参考にしてくれる人がいたりとか、テレビ局からこの素材使っていいですみたいなのがたまに来たりとかそれするんだけど、でそれってじゃあまあいい素材なんですよ結果的には。だけどアップした時には、そんな風に使われるとは全く予想してないし、いい動画だから撮っとこうっていう風にアップしたものではなかったりするんですよね。だからアップした時点では何もわからない。だけどとりあえず上げといてよかったなっていう。で100個上げといたら全部100個ともどうでも良さそうげな動画なんですよ。あ、1個ぐらいはなんかこうちょっとね、見てほしいなみたいなのがあるんですけど、聞いてほしいなってことを喋っていたり、まあ、そういう動画に限ってまああんまり広がらないですけどまあでもいいんですよ。でそれもたまにやりつつ、基本的にはもうハードディスクとしてとりあえず撮っとくかみたいな感じでアップしてるから、99個はほぼどうでもいいなという、誰が見るんだろうな、誰も求めてないよなとか、編集も入ってないし画角も揺れてるし、記録としても微妙だなみたいなものも大量に残っているんだけど、でもまあ結果ね、そのうちの数個は割と価値を生み出すことがちょくちょく起こるんです。でそれがまあ5年後の場合もあれば10年後の場合もあるんですけど、じゃあ後になってさ、この正解だけをアップしてくればよかったっていうふうに選べたかどうかを考えるとですね、それはできないんですよね。でもしアップしていなかったらもう後には戻れ、過去には戻れないから、なんていうか、記録して残すっていうことを今この瞬間にやってなかったら、10年後の未来は絶対来ないっていう、そんな感じですね。なんか一時記録の地道な積み上げの何て言ったらいいんですかね、今この時を逃したらもうそれ以外にはないけど、この時が本当に大事かどうかは10年後にしか分からないで、 99% はほぼ外れであるっていう
ちょっと気象学の話をしますと、こうやって毎日毎日こう天気予報があるじゃないですか。でその天気予報をやるために毎日毎日どこかで世界中で、まあ、ある決まった場所で気温と湿度と風とって測ることをやっている場所があるんですけど、でまあそのデータをもとに明日の予報して明後日の予報してって、まあ、こう毎日毎日こうぐるぐる回しているんだけど、まあ、その予報のためだけじゃなくて、後からあの日ってどんな日だったんだっけをたどるためにデータをこう掘り起こして、例えばあの災害ってどうして起こったんだろうを調べるためのデータが欲しいなってなった時に、まあまあちゃんと揃ってればいいんだけど、結構な確率で失われていたりするんですよ。そもそも取ってなかったりとか、まあ、日本はねほぼね抜けがないんですけど、まあ、国によってはもう週に1回ちゃんと観測してればいいかなっていうぐらいの場所もあったりとかするんです。だけどもうその時の気温ってその時に測ってその時に残しておかなかったらもう絶対に戻れなくて、失われたまんまこう取り返す術がもう絶対ないんですよ。どんなに科学技術が発達してもその時の現実っていうのを取り返す術はないんです。だけどその時の気温、たかなか一地点の気温が20度であるというね、その事実が99.999% ほぼ重要でも何でもないし、失われたって誰も困らないみたいなものだったりするんです。だけど取っといてほしいっていうだけど取っとかなかったら結果後々になってね、たどろうと思った時に揃っていないということが発覚して、じゃあそれ以上こう掘り起こすことはできないねっていう壁にまあぶち当たるっていう、まあ、そんなことだらけなんですよ。気象の研究とかしてると、じゃあだからといってそのなんていうか、例えば測るにもスタッフさんがいて、機材が必要でお金がかかるという時に、1月1日だけでもいいので取っといてみたいな、1月1日は大事だからとかそんな分かってたら苦労はないんですけど365日同じように大事な日も大事じゃない日も意味のある日もない日も全部ずっと取っといてっていうオファーなんですよね。僕はなんかその感じとこう重ねてるんですよ。自分がこう意味あったりどうでもよかったりどうでもよくなかったり、なんかふわふわしてるけど残してた方がいい気がするっていうものをちゃんと記録しておくことに価値があるっていうのと、その気象観測のデータが記録されているだけでこうすごい後々に価値を生むっていう、例えば地球全体の平均気温が 0.1 度上がったのか 0.1 度下がったのかみたいな話をするのに100年後にならないと答え合わせができないみたいな話がそういう世界でこうものを考えたりしてるわけですよ。で本当のその 0.1 度上がるとかって話って本当なのと、本当に 0.1 度上がったのと、100年前と今とで測り方違うんじゃないのとか、誤差が違うんじゃないのとか、測ってる地点が違いすぎるんじゃないのとか、個数が全然違うんじゃないとか、データの数が、それをイーブンにしないと比べられないんじゃないのと、でそういうことをこういろんなこう要素があって、まあ、確かになと、本当か嘘か分かんないなっていうことを延々こう、じゃあ本当っぽくするにはどうすればいいかみたいなことを延々その 0.1 度の本当か嘘かのために、白黒は永久につかないんですよ。
で、グレーの白により近いのか黒により近いのかをちょっとずつちょっとずつこう色をコントラストをはっきりさせていくために、これはまあないなと、逆にそこまで考える必要のない 0.1 度であるというふうに結論を持っていくか、この 0.1 度は意外に無視できなくて、いずれこの 0.1 がプラス 0.5 になる本当の予兆でありそうだというところをこう突き詰めるにはどうしたらいいんだみたいな、そういう細かい話をしてる、細かい話を延々その何百人何千人何万人の研究者が何十回も何百回も何万回もこうやったらより確からしいんじゃないかとか、このデータとこのデータをあえて捨ててこっちのデータだけを使った方がより確かなことが言えるんじゃないかみたいなことを繰り返して、いや、やっぱりそれ違うんじゃないみたいな、それそのせっかく苦労して、結果を出してこれ成果ですって、まとめて論文にしてこうなんですよ、まあ何人かがこう審査して認めればそれ公表されるわけなんですけど、というふうに苦労した末に出されたものが簡単にひっくり返されたりとかっていうことを何百回何千回と繰り返して生き残らないと真実ではないっていうふうに、で生き残ったとしても真実かどうかはまだ確定していないとい う態度、ただまあ限りなくこれが今のとこ本当っぽいよねって言ってるだけのことだけが生き残り続けるっていう、それをなんかこう科学っていうんですけど、だから白黒は永久につかないつけない態度が科学なんだと思うんですよね。だからまあそういうこうなんていうか世界になってくると、とその一人の人間がこう自分の頭で考えてどうでもいいかクオリティが高いか低いかとかっていうので判断して捨てたり残したりみたいなことを考えも及ばないようなレベルで、実はそれ実はどうでもよくないんですっていうことが後々に分かるということが往々にして起こるんですよ。無数にあるそういう例が、それはその僕は気象学者海洋学者だから気象学海洋学のデータにおいてはそれが起こるということを知ってるんだけど、それは何だろうな、気温だけの話なのか水温だけの話なのかって言ったらそうじゃないよなと思ってて、人が今こうある何の変哲もなさそうなお正月を過ごして1月2日に何を思っているかみたいなことがどうでも良さそうだなということも、どうなるか分かんないじゃん本当に。でのどんな価値を生み出すか分かんないんですよ。だから俺そこには自分で、判断を入れずに、うまく喋れたとかうまく喋れなかったとか、何を言いたいのか自分でもよくわからないとか、ま、今日特にその状態で今喋ってますけど、言いたそうなことがこう脳みその中にこう、まあ、あるとして、そのうちの 5% も言葉に出てできている気がしないみたいな、1-2% じゃないかなっていう、どうしたらこれがこの記録として意味あるものにできるかなみたいなところでこう絞り出して喋っているんですけど、
なんかできればクオリティ上げたいです。持っていることの 100% をよくわかるね、その感じよくわかるわ、伝わるわ、後でパッと見たらすぐその何を考えてたのかすぐわかるわっていう言葉に置き換わったらいいなとも思うんですけど、残念ながらまあ 1-2% だなっていう状態でこう喋っているんだけど、でもゼロじゃないことがめちゃくちゃ大事じゃないかと。今日こうやって喋って残さなかったらゼロなんですよね僕が何をかんこの1月2日の9時半頃に考えていたことがゼロで通り過ぎていくか、 1% でも 3% でもゼロじゃない状態で一回記録してあるということがワンチャン価値を生むっていう。だけど 99% 意味がないということもほぼなんかこう分かってるっていう。希望はあんまりないっていうね、半分ぐらい絶望的っていうかあんまりそんなことに意味はないよっていうね。結果そうなることも知ってるんですよ。12年やってる YouTube チャンネルに膨大に無駄な動画が残ってて 99% は死んでるんで、でまあ僕がこうパッと 見てもその 99% の動画の内容に価値がないなって思うぐらいの感じなんですよ。でも 1% ぐらいこうあこれは残しといてよかったなみたいなものがあるっていう、そこに欠けてるっていうね感じですね。でそれが必ずしもきちんと編集したとかうまく喋れたとかクオリティが高いみたいな自分でなんとかなく思い込んだものが当たったこともありますけど、当たってないものも割とこれいいのかこれ良かったな残しててみたいなことがあって、うん、それをねなんかねやっぱり改めてこう思ってて、2023年にこれをやるぞみたいな決意とかは特に実はないんだよね。ないんだけど引き続き俺はしつこくねこの意味があるかないか分かんない自分の記録をひたすら生で残していくぞっていう狂気ですちょっと発信が得意とか苦手とかの話ではなくデータを残すっていうことに対する狂気なんですよなんていうか表現して、評価されたいとかの狂気だったら例えば中田敦彦の YouTube 大学見たら狂気を感じますよね。素晴らしいトークだと。そしてそのトークを磨くエネルギー源はもう彼の狂気によって支えられている。あ、芸人だな。そして評価を得るに至ったと。20年の時を経て、栄光盛衰を繰り返して乗り越えて乗り越えて、500万人登録に行くまであれほどこう血と汗と涙をダダ漏れにしながらこうのたうち回ってすさまじい狂気だなという、なんかそういうことってあるじゃないですかで、かっこいいなと思う人もいればダッセーなと思う人もいるかもしれないけど、納得して生きてるんだろうなという、美しさがあるというか、であれってこう目に見えていて自分でも納得しやすいと思うんですけど、なんていうかこう意味があるかないかもよく分からないデータを記録してやるぞっていうところに僕は多分狂気があるんですね。どうやらそうだと思う。でそれはおそらく評価されたいとかじゃないんですね。なぜ残したいのか意味が分からない僕は自分でも、
残したところで、こんな世界になったらいいよねとかでもないですらない、なんだろうな、野望でもなければ目標でも目的でもなく、あんまり言ってなかったですね。その茂木耕作海空研究所では割と皆さんのお役に立ちたいなっていうの、これは本心であるんだよ。あるんで、その皆さんの活動を、メンバーの活動をひたすら、僕なりに応援できたら嬉しいなということはふわっとは思ってるんだけど、それと裏側にもう一つ、なんでこんなことやってんだろうっていうのをよくよく考えたところ、どうやら欲望ではなくてなんでこんなに残したいのかよくわからないけども、データをなんでこんなにデータを残したいのかわかんないけど、なんかもう全て残したいっていうその狂気が俺にあるなって思ったかな。だからでもその本当にさ、それこそ本当に素晴らしいものを見ても素晴らしいなって感動できるんだけど、本当にどうでもいいなっていう話も嬉しくてしょうがないわけよ。これ本気でそう思ってるわけ。それってなかなか他の人と共有できてないだろうなと思う。どうでもいいものはどうでもいいだろうっていう反応返ってきそうなところなんですけど、いや、そのこういう味があって好きですよはまだわかる、じゃなくてこれ本当にどうでもいいですよと、まあその極限がもしあったとしましょうまだ見てないけどねその見たことないけど、もうだから中島明のどうでもいい話もそこの極地には至ってないと思うんだよまだ割とははっていう感じの面白さがあるんで、極限の意味でのどうでもよさではないと思うんだよね。だけど本当に本当に意味ないよみたいな、そんなのすらも僕は残るべきだと割とすんげえ強い気持ちで思ってて、これが何なのか分かりません。今のところモテ作の狂気なんじゃないかという説明をしてみました。そしてなぜこんなことを俺は新年の朝礼で話しているのか分かりませんか。そのせっかくね神社で無心になったという話からですね、無心になり特に決意とか目標もなく、でも割と整っています、いいコンディションですっていうことから始まり、なぜここの狂気の話に行ったのか分かりませんが、初めて話したことです。今日も良き一日をっていう一言になかなか繋がらなくて今困っています、はい、だけど、まあ、話せて良かったですね。なんか今日はね誰かの話っていうよりも完全に僕の話をしましたけど、まさか新年の朝礼に2日、1月2日の朝礼で、まさか自分の狂気を見つけてしまうという何だったのかよくわからない45分間になりましたが、割といい気分です何をしている、何を喋ったのか聞き返すのが怖い話です、はい、でもおそらく本心である、なんていうか割合、純度の高い、
言葉だと思いますね。まあ本当に何にもうまく言葉にできた気がしないんですが、純度は高いと思う。ということでにならないけど、すごく、今日もね家族と一緒に、笑顔で過ごせそうだということがありがたいと同時にですね、皆さんにも一緒に過ごす人と、できるだけ長く笑える一日になるといいなと願っております。では良き一日を。じゃあねー。